日々の指針、5日の指針。今や世界中のあらゆる人たちが国境、人種、思想、宗教を超えて世界平和の祈りを祈り始めるようになってきた。天命を、理想を、夢を見失っていた人類にとって、これは画期的なことであり、歴史始まって以来のことであり、まさしく待ち望んでいた大いなる神のお導きと言わざるを得ない。宇宙の法則に乗り遅れないよう、己を磨き、霊性を輝かしていこう。